はい、1月8日7時12分の相場解説になります。今日水曜日ですね。はい、じゃあデイリーから見ていきましょうか。デイリーの方はこういう風に線が引くことができると思います。こういう風に1本線引いて、こういう風に線を引くと、そういう風にするとですね、まず思えるのが、まあ、フラッグが壊れましたんで、ここを突き破ってね、今 V の字を書くように陽線が出ていますよね。この陽線がどこまで出るかというと、まあここまで最大値で出て、ここで跳ね返って大きなN 字を書く可能性が、これがあるというのがデイリーですね。で、ちょっと拡大すると4時間になってきますけども、4時間すでにゾーン引いてます。1つ目の跳ね返る点、ここですね、力点がありますんで、今日中に売りに入ってもいいかなっていうのは昨日お話した通りでございますね。やっぱり今日か明日ぐらいに売りに入るポイントが来るかと思います。もしですね、これを超えていった場合は売りに入りませんよ。今度は買いです。買いでここまで取っていきます。これが第2仮説。ね。第1仮説、第2仮説とよろしいでしょうか。で、私たちの主戦場はやっぱり1時間ですんで、1時間を意識するところがすごく大事になってきます。じゃあどこで売りのポイントに入るかと言いますと、まず1点目がここですよね。で、2点目、ここだと思ったんですけど、こっちはまあちょっと消えるかなというところです。ここで、こことここがね、符合してますんで、ここにかなり強い力点が来るんではないかなと思います。ですので、売りのポイントに入るまではもうちょっとかなというふうに私は考えています。今動いてるのがここですよね。だからこれがもうちょっと上の方に来て、ここに達したとき、私は売りでエントリーするポイントをここに、エントリーポイントをここに設けております。こうですね。で、売りに入ったら、ここも関係なく突き破っていくと私は考えています。ですので、伸ばせるところまで伸ばしていきますよね。なんで、ロスカットラインは入ったところのこの辺に取っていくかなと思いますね。これが第1仮説です。まあ、第2仮説、第3仮説はちょっとね、そうだなぁ。まあ、ここもしね、突き破っていったら、今度はどこで入るかというところなんですけども、今度は、ちょっとこれ隠れてますけど、隠れてますよね。すいません。この辺ですよ。この辺で、抵抗を感じてますんで、ここで売りに入るというところで、二つ目のエントリーポイントになります。でもまあこれはないかな。これはないですね。やっぱりエントリーポイント。一番濃いのは今日か明日中にここです。金額ちょっと見えないですけどもね。いくらになるかな。すいません。今ちょっと見ていきますね。108円の870あたりで売りですね。まあ、870に達しなくても850とかでも行くかもしれませんけども、この辺りで、売りでエントリーしようかと思います。それでは以上です。